皆さんこんにちは、こんばんは、準急です。以前当チャンネルでは平日朝の松阪行き快速急行に乗車し、終点に到着後どうなるのかを見るという動画を公開しました。その時にいただいたコメントを一つご紹介します。昔から夕方の松阪行き快速急行が松阪到着後折り返し名古屋行き急行として名古屋に到着後、今度は富吉行き準急としてそのまま車庫に入庫、翌朝名古屋行き準急で出庫して折り返し、伊勢中川行き急行、伊勢中川到着後大阪上本町行き急行で向かい、高安行き各駅停車で入庫の運用があった。でも今でも存在しているかは不明。そこで今回は平日夜の時間に運行されている松阪行き快速急行が終点到着後どうなるのかを見ていきたいと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。松阪行き快速急行、平日夜は大阪上本町駅18時53分発と20時8分発の2本です。今回は18時53分発に乗車し、松阪に到着後の列車の動きを見ていきます。A rapid express bound for Matsusaka is arriving at track 5. スマートフォン、お客様同士の接触事故やホームからの転落事故につながりますので、おやめください。事故防止にご協力ください。さあ、18時53分、大阪上本町駅を出発です。まもなく、鶴橋です。JR 環状線はお乗り換えです。Every station between Akameguchi and Aoyama-cho and Sakakibara Onsen-guchi and Ise-Nakagawa. The next stop is Oido. この電車は8両編成ですが、Aoyama町で後ろ4両を切り離します。Aoyama町から先へお越しのお客様は、前の4両にご乗車ください。Passengers traveling beyond Aoyama町.この電車は次の五井堂で灰原行き準急に連絡します。お客様にご案内いたします。この電車のお手洗いは8両編成の前から2両目にございます。この電車のお手洗いは8両編成の前から2両目にございます。他のお客様のご迷惑となります。体の前でお持ちになるか、手にお持ちいただきますよう、お願いいたします。
列車は夜の帳が落ちつつある中、大阪線を疾走。The doors on the left side will open. Please be careful.大和八木駅に到着。先日乗車した朝の松阪行き快速急行ではこの駅で特急火の鳥に追い抜かれていましたが、今回は追い抜かれることなくさらにその先へ。お忘れ物のないようご注意ください。灰原駅に到着。ここで特急火の鳥の通過待ち。次は室口大野です。
室戸口大野の次は赤目口に停まります。お願いします。青山町から先へお越しのお客様は前の4両にご乗車ください。名張駅に到着。以前に公開した朝の快速急行では、この駅で切り離ししている間に特急列車が先に出発していましたが、この電車切り離しは青山町で実施。名張駅ではそのまま出発。次は伊賀神戸、伊賀神戸です。伊賀鉄道線はお乗り換えです。Please change here for the 伊賀 Railway. The doors on the left side will open. Please be careful.この駅で後ろ4両を切り離します。この電車8両編成ですが、この駅で後ろ4両を切り離します。先お越しのお客様は前の4両にお乗り換えください。青山町駅に到着。ここで切り離しを行いますが、その間で通過列車は現れず、追い抜かれることなく先へ引きます。
各駅停車40分発5番乗り場、名古屋駅急行は54分発5番乗り場、鳥羽行き各駅停車は51分発1番乗り場から発車します。名古屋線との接続駅伊勢中川に到着。ここでは間髪を入れず出発します。乗車することおよそ1時間45分。この電車の終着、松阪駅に到着。ところで皆さんはお気づきでしょうか。実はここまで通過待ちしていたのは灰原での1回だけ。しかもその1回も特急火の鳥だったので、伊勢方面の電車についてみれば、この電車が先着するという個人的には最強の快速急行なんじゃないのかと思うほどでした。話を戻して到着した電車を見ると、方向幕は大阪上本町行きの急行になっていましたが、ホームの行き先表示は真っ黒。どうしてでしょう。階段を上がったところの行き先表示には21時1分発で大阪上本町行き急行の表示があります。理由を個人的に考えてみたんですが、到着時松阪20時43分発の名古屋行き急行が出発していません。その名古屋行き急行に乗車すれば、伊勢中川20時57分発の青山町行き普通電車に乗り換えることができます。この電車、終着の青山町でも名張行き各駅停車に連絡し、松阪21時1分発の急行に乗車するよりも先に名張に到着。さらにさらに名張では大阪上本町行き各駅停車に連絡して、最終的には河内国分まで先着するダイヤになっていました。ということで、あえてホーム上の行き先表示を黒くしたのではないかと思われます。事実、その20時43分発の名古屋駅急行が出発した後、表示が復活しました。ということで、平日ダイヤ大阪上本町18時53分発の松阪行き快速急行は、松阪に到着後、21時1分発の大阪上本町行き急行として折り返す運用になっていました。それではもう一本、大阪上本町20時8分発の松阪行き快速急行はどうか見てみたいところですが、どうあがいても大阪上本町から乗車することはできないため、今回は松阪駅で待機して検証することにします。近鉄時刻表によると、松阪着は22時5分です。さあ、間もなく到着です。到着した電車の行き先表示は、
名張行き急行。しかもホームの案内によれば、名張で高安行きの最終電車に連絡するという非常に大事な役割を担っている電車でした。ということで、大阪上本町20時8分発の松阪行き快速急行は、松阪に到着後22時12分発の名張行き急行として折り返す運用になっていました。ということで、結果はこんな感じ。少なくとも大阪上本町始発の松阪行き快速急行は、それだけで名古屋線方面に出張しない傾向にあって、大阪線方向の運用に専念しているような感じになっていました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。またこのチャンネルでやってほしい企画や乗ってほしい電車、降りてほしい駅などありましたら、ぜひコメントをお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。